バカにしちゃダメよ。マモちゃんを亀にしたのはハルタさん。がったるいんだよマモルさん。苦しくたって亀はウサギに勝つ。見たくなってマモちゃんマモルさんだって汚いんだよ。ギアちょこちょこ変えてここまで競争だって言ったのそっちだろ。こっちには変速機ついてないんだからさ。クラシックカーがいいって言ったじゃないか。チャリンコだって思わないだろ。ミチルに言えよ。全部車売られちゃったんだからさ。本当？こういう普通の速度で日常を送るいいわ。平和で環境にもいいし。本当にスリーライツ来るんですか？そうだ来るわよ。私の前にリハーサルだから。すごいですね。スリーライツとジョイントコンサートなんて。同じ学校に転校してくるなんてすごい運命。宿題聞くふりして恋人いないふりしてやてんくん、この問題解けないんですけど。ここここどこが分かんないの？雰囲気読めよ。大輝さん文芸部ですって。私演芸部。同じ芸がついて運命を感じます。あ、はい。最愛の人に振られちゃってもう私生きていけない。せいやさん大丈夫だよ。僕がエリさん。君の愛する人の代わりにはニャリンニャイケレニョン。誰の代わりだ？なんだかわかんない。スリーライズ。何？待ちなさい。どうしたの？その子がガーネットオーブを取って。待ちなさい。未確認飛行少女。ちびちび。敵なのか？まさか。でも油断は禁物よ。ちびちび。あなた誰？ちびちび。そりゃちびは分かってるけどさ。ちびちび。いつまで抱っこされてんのよ。まこちゃん話して。守る。え？あなたまもちゃん知ってんの？今、1位だ。ちょっと月下水木、誰が休みか。均等にして、決めてあげるよ。夢の街の街は、子供の楽園さ。曜日の話だっけ？司会進行を担当します、ナイトルカです。イエーイ。私、ダンシングアニマメイツのマネージャー、夜の秀夫です。おお。私、スリーライツのマネージャー、台東ヘマ八郎です。お笑い出
このジョイントコンサートを企画しました斉藤くんです。華やぐショーはとっておきのスペシャルステージ誰もが作り出せないステージをどうぞご覧に入れましょう。このステージトップを飾るのはダンシングチーム、ダンシングアイドルレース。みなさんキュートな歌は好き。A メロ B メロサビコーダ。でも一本調子じゃしょうがない。でも動き出さなきゃ始まらないそこで勝ちやオープンハジュエルマネージャー企画卓球いたしましょう偶然と運命が街に合うここは野外音楽せめてせめてワンデーナイトインターセプトな恋愛かなyou
サル中ですから。構わないよヘマ太郎。いやヘマ八郎。宿題教えて。え？いいよ。お呼びでない。道枝さん、お会いできて光栄です。あなたの奏でるバイオリンの音は初めての愛を連れてくる風のようだ。嬉しいわ。さすが文芸部。趣味は指南書です。私園芸部の日野誠。好きな花はカラーです。すらりと伸びた首筋、白すぎる肌、汚れを許さない存在感で君や僕を圧倒する。カラーの花を一本だけ手出しできない僕のために。もう大輝さんのお好きな花は金木犀。花言葉は気を引く。まあエッチ。高八郎。いやヘマ八郎。天皇遥さんですよね。はじめまして、聖夜子です。いつもあなたのレースを拝見していました。この頃は走らないですか？自転車レースの方に行こうかと思って。後輩としてよろしく。ああ異性としても。ヒマ、星のエナジーが。スリーライツの皆さん、打ち合わせがあるのでリハーサル室の方に。ああもう学校で会えるでしょ。はい、さあさあさあ。またな。みちるさんの控室ってどこ？え、スリーライツの隣。あの救護室ってどこですか？リハーサル室の奥です。マコちゃん、ライちゃん。行けば別れたばっかりなんだろ。いや気持ち焼いてんの。あ、お腹すいたの。お弁当中です。リハーサル室に。チカン。お腹ペコペコ。もう朝から何にも食べてないもんだから。レッツラゴー。血だな。なんでみんなの分が？やばい。俺の分あるよな。こっちに乗ってけよ。いい加減。千葉守さん、医者になるんですって？ええ。小さい時に何か？別に。心も癒す医者になってください。なんで僕のこと？病室に古いギターがあったな。守さん弾けるんですか？あの子、記憶。不思議な子ね。何か伝えようとしてるのかしら。君、お家は？お家はどこから来たの？どこから？あなたオウム？あなたおばば？何を聞いてもこの調子なの。お歌。え？この星のお歌。いいよ。じゃあどんなのがいいかな。そうだな。じゃあ昔子供の時病院で覚えた歌。空の詩人がいました。私の服は水色キャンバス。星の詩人がいました。私の髪は金色クレヨン。風は答えません。ずっと前からここにいるのに。風は答えません。ずっと前からそばにいたのに。風の詩人は歌います。うっしゅ色もない。風の詩人が嘆きます。うっしゅ光らない。僕涙
枯れちゃった。何も喋ることできない。でも海は知ってます。風がなければ雨は降らない。でも人は知ってます。君がなければ鳥は飛べない。僕は昔交通事故で記憶をなくして入院してたんだ。僕なんかこの世にいらないってそう感じてた。でもこの歌を聴いて目に見えなくても大切なものがあるんだってそう思ったよ。誰？夜の詩人が歌います。私の服は黒色ホリゾント。闇の詩人あなたは。地球は素晴らしい。あなたの目の色と同じこの青い星。でもあの日の夜明けは違いました。異常な流星群が降る夜明け、空は暗黒となり、朝は二度と訪れることはなかった。二度と朝が来ない日、二度とあなたの髪が朝日に輝くことを忘れたあの日、プリンス、あなたが神の掟をお守りにならなかったからです。だからあなたを許してあげられるその日は永遠に来ない。マモちゃん、マモちゃん、来てはダメ。マモちゃん、お二人の恋は悲恋に終わると申し上げましたのに。あなたたち誰？月の炎に焼かれた一族。お前がいては厄介なことになる。危ない。貴様、夜の暗闇貫いて自由の大気駆け抜ける三つの聖なる流れ星。誰だお前たち。セーラースターヒーラー、セーラースターメイカー、セーラーファイター、セーラースターライツ、ケンゾン、スターシリアスレイザー。覚えておくのね。ウサギ、マモちゃん、危ないところだったな。君たちは、あなたがやられたらこの星は死ぬ。近づく者は全て敵だと思う。なんだあいつら。敵じゃないよね、ちびちび。知ってる人、ウサギちゃんを狙ったんじゃない気がする。ホタルちゃん、どうした？大丈夫？すごいエネルギーを感じたけど。あなたの敵か。3人の戦士が助けてくれたの。3人の戦士。ウサギと僕のことを知っていた。もう一人でいるのは危険だわ。うん、狙われたのはマモちゃんとホタル。そのようね。なんでホタルちゃん。こんなのあった？ちびるさん、緑の宝石。それはマモルさんを狙った黒衣の女性の胸に。冷たい。ギャーンギャンギャンギャーン。その謎は私が解く。話を整理しましょう。マモルさんがちびちびちゃんに歌をせがまれて。あれ、あの子は？じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。あの子は後回しにして、
マモルさんが歌ってるとマスクをした黒衣の女性が現れて、マモルさんよりうまく歌った。余計じゃない。すると覆面をかぶった将校のようないでたちの3人が現れて、そのうちの1人がホタルちゃんを襲おうとした。ジャンジャジャンジャンジャン。一方黒衣の女はマモルさんを狙い、その時寄せばいいのに私が出てきて。分かってるわね。その時スンデレところへ3人の謎の戦士が登場。マモルさん何してたの？聞かないでくれ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。謎の戦士は謎の必殺技を放ち、マモルさんを救い、その前にちびちびちゃんが私を守って私を突き飛ばした。そうね。じゃんじゃじゃん。そして謎の戦士たちは謎の言葉を残し、謎のごとく消え、謎の女は謎のペンダントを残し、じゃんじゃじゃん。うるさい。だってこの謎は私が解くって言ってるのに、みんなが私を無視してる。ガッチョン、なんなのよ。ヘマジローさん。ヘマハチロー。いいですか、この音楽堂では昔から謎の怪人が出るって評判なんです。ガッチョン。それってオペラ座の。ガッチョン、そうじゃありません。この音楽堂の下に地下道はありませんし、ガッチョン、その怪人はすぐ消える。つまりが幽霊。じゃあ謎の証拠は、謎の戦士は、その幽霊は見た者に幻覚を起こす。幻覚じゃないよねえ。そうよ。そうね。あなたは、僕に聞かないでくれ。ほら、もう一人、あたふやだ。あやふや。あやふただ。じゃあこのペンダントは、それ私が置いたんです。 あまりにも飾り気のない自転車のもんで、それはクリソベリル、立派な宝石です。クリソベリル、お気に召しませんか。気に入ったよ。ずいぶん冷たい宝石だけどな。キャー、控え室に、控え室に幽霊が、幽霊が、ほら、やっぱりそんなもの見ちゃった、見ちゃった。幽霊が漂ってる。何の騒ぎです。もうこんな音楽と使わなきゃよかったんです。だから何の騒ぎだ。幽霊ですよ、幽霊。でしょ。だって私なんか幻覚見せられたのよ。幻覚じゃないわよ。自信なくなってきた。狙われたんでしょ。でも見て、あれ何。It's the ghost mystery。 たまげた展開、不思議なの、オペラの怪人、あの人なんなの。今のは音楽堂の怪人。小さいわかんない、絶対幽霊、ゴーストジャッジを信用するのさ。真実は一つだ。プラネットミステリー。マモちゃん、マモちゃん、クギ、お化け、お化け、チビチビ、チビチビ、何やってんだ。
私です。ここにいろ。だってマモちゃんも。大丈夫だよ。アミちゃん、ウサギを。うん、チビエさん。チビチビの通訳が必要でしょ。任せて。ホタルちゃん、大丈夫かな。仕組まれたかしら。考えすぎね。何？ウサギちゃん、誰です？この世界に宇宙より深い闇があるのを知っていますか？それは人間の心の闇だ。誰なの？闇の住人。あなたがホタルちゃんを？そいつは実体じゃない。サタン！気をつけて。そいつはわらわの切り札。今は預けておく。あなたは私たちを知ってるの？知ってますよ。忘れたくともこの月が忘れさせはしない。よいか、もうすぐ偉大なる闇がこの星を覆う。それまで楽しみに待っているのね。私は絶対にお前を許さない。何してる？せいやさん、奈落が下がってる。危ないぞ。今敵、いえきっと遠い昔に。そんなものに関わるな。いいかい、あなたは普通の人じゃ。リーダー、この人に関わるなって言ったはずだよね。どうしてそんな。この星の中の争いなんてたかが知れてる。コップの中の嵐さ、教えて。お願い、何が起ころうとしてるの？教えたらこの星が救えるってわけじゃない。私たち、この月を守るセーラー戦士よ。この宇宙で君たちだけがセーラー戦士だと思ってるのかい？じゃあ3人も？なぜだろう。この人にあの方と同じ匂いを感じる。セーヤ、さっき私を助けてくれたんでしょ？私たちが戦っているのはあなたじゃない。3人はどこの星から来たの？それを言ったら私たちがセーラー戦士だって信じるのかい？知らない方がいい。知らないまま滅びた方がマシさ。滅びないよ。愛し合える仲間がいれば、一緒に戦えるセーラー戦士がいれば、どんな敵にも負けない。強いんだね。違う、私みんなを信じてるから。そのみんなが裏切り合う。バカ言わないで。同じセーラー戦士が戦い合う、そんな悪夢を僕たちは見てきた。あいつはそれを楽しんでるんだ。あいつって？全宇宙の破壊者さ。全宇宙の最強のセーラー戦士だ。我らの征服した星は全て宇宙の塵と化す。二重星団、ペルセウス座、レアデス星団、オウシ座、プレセブ星団、サソリ座、オメガ星団、ペンタウルス座。我々は全米88の星座のこの魔族を制圧した。
我らの目的はただ一つ、全セーラー戦士のスターシード全てこの支柱に収めること。ハイネスギャラクシア。向かう星はことごとく叩き潰して闇に食わせろ、闇に食わせろ。青く燃え立つ炎の野望をサッパーにかけて我こそがこの銀河の頂点に立つ。はは。アニマメイツ、お前たちを真のセーラー戦士にしてやる。このレッドクロー、セーラームーンを美しき争いの舞台へと必ずや引きずり出してみせましょう。だがサタンを生かしておいてはならぬ。あいつの釜が振り下ろされれば太陽系は滅びる。命に代えても我らが。地球が滅びればダークキングダムの復活はなくなる。焦るのも無理ないわね。ですが真正面からぶつかっては私たちが負けるとでも言うの？セーラー戦士二軍では。何か言った？よさぬか仲間同士。良いではないか。強い者が勝つ。それが宇宙の掟だ。仲間など幻想、それぞれが敵。忘れるな。その思いこそが銀髄将に打ち勝つ唯一の力だ。あなた様ともあろう方が何故に銀髄将など？この銀河一破壊力を持つサッファークリスタルと無限の再生力を秘めたシルバークリスタルがぶつかり合えばどうなる？まだ全宇宙を消したくはなかろう。そのための地球国の女王ではないのか。おっと、まだ完全に復活したのではなかったな。地球のスターシードを奪い必ずや復活させてみせます。地球国の復興、それこそが我ら四天王の使命。ご覧ください、巨大な闇が地球を覆っております。あの闇こそ我がダークキングダム復活の証。分かっておる四天王よ、我が帝国の恨み今こそ晴らす時が来た。よいか。まずは千葉守る、奴のスターシード。
ダークキングダムなど崇高なる目的の道具にしか過ぎ、地球の者同士が滅びるまで戦う。クイーンメタリア、我が兄弟よ、復讐の狼煙が上がるぞ。闇に追いやられた我らの名、ギャラクサ様。あいつらなど当てにはならぬ。アニマメイツよ、誰がサターンの首を取る？お任せください。真のセーラー戦士はこのアイアンマウスのみ。あなた様にだけ忠誠を誓うこのメタルパピオン、他の者に決して遅れは取りません。群れ集うはクズであることの証。このセイレーンがサターンを封印してみせるわ。仲間も帰るべき星もない。私が、私だけの星を作る。ムーンよ、本気になれ。この私のレベルまで上がってこい。そのためにはお前は地獄を見ることになる。これは、地球からのこの光は、まさか、カキュウ！いくつものスターシードを集めようとも、あいつがいる限り、この銀河を完全に制圧することはかなわぬ。探せ！探し出せ！下級王妃だけはこの私が滅ぼす。今すぐ地球に向かえ！
毎日こんなに歌ってるのに、あの方は現れない。すぐそこにいるような気がするのに。僕も感じる。じゃあどうして。本当に希望の光なんてあるんだろうか。あるさ。それを信じて歌い続けるんだ。歌ってるさ、いつも必死に。やて、誰が決めたんじゃない。僕たちが聖夜をリーダーズ決めたんだ。信じるしかないだろう。体は滅んでもセーラークリスタルは消えはしない。王妃はこの星のどこかで必ず僕たちを待ち続けてる。信じるんだ。悪かったよリーダー。僕は歌い続ける。いやー、お疲れタンメンザーサイ大盛りっと。これで音合わせ終了ですから。すぐ戻る。せいや、あのお団子頭のところですか。何考えてんだよ。あの連中に関わってる暇はないはずだろ。分かってる。だけど気になるんだ。せいや。ああ、リーダー失格ざんすね。あなたに言われる筋合いはない。でも三人心を一つにしないと、いい歌は歌えないぜ。行くぜ。おお、あいた。おおでしょ。行くぜ。マネージャーつらすんなよ。勝手に押しかけてきたんだろ。押しかけてきた。あ、ファイ、シック、セブ、エイ。押しかけ女房に苦労人、むやつきハッチの坂ばかり、芸能界才能ばかりじゃ売れまへん。一度お聞きしたかった。あなたどこで生まれ。地球国。そんなの当たり前だろ。さて、当たり前でしょうか。あなたどこの生まれと聞かれた時にミーはとっさに考えた。ファイブ、シックス、セブン、エイ。普通に答えれ、ただのアホ。踊るアホに答えるアホ。キュッ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 。空飛ぶ円盤、それ UFO。 1,2,3,4 これ4歩。俺が言ってんの、ただのアホ。同じアホなら受けなきゃ損損。歯磨いてるか。僕たちお笑いバンドじゃないんだ。さて、そうでしょうか。ドキッ。僕たちお笑いバンドじゃないんだと言われた時にミーは速攻考えた。真面目と笑いはどこで区切るか。金木犀の香りをたどり、ただひたすら消えた人を待ち続ける哀れな三人。よーっぽん。それだって人から見たらただのおまぬけ塗料に見えしないかい。あら、おーい、船が出るぞーい。聞いてるか。聞いてないと思って言ってるんだぞーい。あなたどこの生まれ。そりゃ私が聞きたいよ。だがこの勘に狂いはない。奴らを追えばギャラクシアの弱点にたどり着くはず。本当なのか。今から1年前、イテザアルファから大きな光の輪が地上に降り立ち消えました。それがちょうどギャラクシアが金木星を制圧していた頃の話です。そしてそれを追うようにシシザ流星雨に紛れて地上に逃れ来た光が3つ、この軍師ヘマタイとしっかり観測しておりました。その3つの光の正体がスリーライツ。奴らは銀河のセーラー戦士。考えても見てください。あのギャラクシアさえ捉えることのできなかった光ですよ。ということはサッファークリスタルに匹敵する力を持った戦士がこの地球にいると。ナポレオンもカエサルも力に溺れて滅んだ。我ら四天王ネオ、目的のためには手段を選びません。それにしてもアニマメイツ、私たちを単なる石ころ扱い。許せんべい。だが忘れぬでない。一つ間違えば我らが消滅する。まずはサターンをギャラクシアに渡してはならぬ。あの戦士こそ我らの切り札。よいな。はっ。奴らが変身すれば今の我らに勝ち目はございません。ここは知略、策略、戦略、忍耐。今々しい。わらわの力さえ戻れば。一時の辛抱でございます。千葉守のスターシードを奪い、ダークキングダムのプリンスとして覚醒なされば。で、
次の手は名付けまして、セーラー戦士とアニマメイツ両者相打ち、サターンキョロキョロ、ムーンボロボロ、タキシード仮面オロオロ、その隙狙って我らウハウハ大作戦。長くはないか。具体的に。いやですからね。みんな、もういきなり出てきちゃ困んの。何してんの。今日のステージの打ち合わせ、うん、ねえ、スリーライチ知らない。知らない。もうサインなら後。違うの、3人に聞きたいことが。ああ、よく使う、誰でも使うスケベ心。何言ってんのよ。私は一人で行動するなって言ったろ。マモちゃん、マモルさんもね。ホタルちゃんはセツナが付きっきりで。ちょ何ビビってんのよ。ビビる。じゃあ何隠してんの。まだ昨日の騒ぎが尾を引いてんですか。あ、すいません、私が幽霊話なんて持ち出したもんだから。でもダンシングアニマメイツの人が見たって。あいつらおバカですから、見りゃわかんでしょ。マネージャーさんだって。そりゃね、お仕事ですよ、お仕事。おバカタレントが騒いでるんだから乗らなきゃあかんでしょ。そういう厳しさわかってそうよ。バカを相手にする厳しさは僕もわかるけど。どういう意味。ただ今夜のコンサートは中止にした方が。私もそう思うわ。だから何をビビってんの。だから何隠してんの。まあやってみて敵の正体を見破るって方法もあるけどな。はるかさん、例えばだよ。もう例えばの時間はないみたいよ。あなたたちギャラクタ軍団セーラー仮面。もう戦略ってものがないの。ギャラクタクラン。シュプリームサンダー。愛、聖の戦士セーラーマーキュリー。愛と情熱の戦士セーラーマーズ。愛とリボンの戦士セーラーミネス。そして愛と勇気の戦士セーラージュピター。いつ現れるかと待ってたわ。なら思い知りなさい。ギャラクタースケールズ。ビガスダブミーチェーン。やるわね。じゃあこれはどう。マーズプレーンスナイパー。ギャラクティカ津波。宇宙でお前たちだけがセーラー戦士だと思い。真のセーラー戦士ならわけもなく人を襲わないわ。ノーガキは私たちを倒してから言うのね。ギャラクティカインフレーション。なんだこのパワーは。さあとどめよ。誰。命あるものみな尊い種から育つ。人も星も宇宙も。そして特別な種として生まれたセーラークリスタルは選ばれた星と一緒に育ち、やがてその守護戦士となる。私たちがそのセーラーソルジャーズよ。ならば試してみよう。地球のこのスターシードにかけて。知れたものさ、ひとひらの愛に勝てやしない。プライドフェイス何をさすらう悲しみの戦士たち。プライドさを色なす希望よみがえれ。何が理性を狂わせた、何を犠牲に生きてきた。答えのない音色の中でも人はなぜ夢を求める。 Fight cause before a fall。 未来への勇気試そう。 Fight cause before a fall。 未来への想い結ぼう。I'm the prince, I'm the prince, I'm a prince of the eye.
のキックボンバー。何？待っていましたよ、この時を。お前は？かつて私は地球国の片隅にある小さいながらも幸せな国の女王であった。全ての進化や民が私を愛し、私もその幸せが永遠のものと信じていた。そしてあなたは月へ攻め入るのだ。月へ攻め入るのだ。そうだ、ある日チャーク南国天から流星雨が降り続き、あなたは地球国のプリンス、私の夫となるべきお方だった。あなたは悲劇の女王クイーン・メリル様だ。あの時はあと一歩、私は塵と化し地の底へと葬られた。だが今度はそうはいかん。お前たち死天の、どうやって復活した？あの時と同じ暗闇がこの地球を覆っていることにまだ気づかぬか。暗黒の神が目覚める。金髄章を手に入れ、この星を奪うのだ。やはりあなただったのね、セーラー戦士勢ぞろいってわけか。手間が省けていいわ。それはこちらが言うセリフよ。使命に先立つのはこの私も同じ。その抱えてる重さ試してやる。星の光を身に受けて、戦士に隠したこの微笑、震える星座は伝説の恋を守れと伝えるか。闇の悪魔クイーンメタリアに魂を売った女、地球国の民へ操り月まで攻め込んできた。私たちが気づいた時にはすでに遅かった。でも今度はそうはいかないわ。それはこちらも同じ。幾千億の夜、復活の日を待ちわびたか。軍隊と思い出せ、お前たちは地球国の四天王だ。はい、だからお迎えに上がりました。行け、地球国の復興のために。エンディミオン様、そのスターシードいただきます。なんだと。その方に手出しはなりません。お前は土星を守護に持つ破滅と誕生の戦士セーラーサターン。来てはならないと言ったはずよ。飛んで火にいる。なんとかね。私もセーラー戦士、狙うものがあれば戦います。その鎌振り下ろしてみなさい。あなたにこの銀河系を滅ぼし勇気があるならね。
さあ私たちと一緒に行きましょう。行って新たな星を作るのよ。真のセーラー戦士としてね。愚かな憎しみは憎しみを呼ぶだけ。気づいてください、きっとこの戦いを生み出したのは後ろにある大きな闇。ならばその闇に住んでみろ。そこからしか這い上がれない我らの苦しみ、その身で思い知れ。ダークポーワールドセギンガラクタートルネード行くわ。セーラーマネアタックよせ。こんな戦いを続ければ全員が滅びる。そうね、この戦いをやめさせるならあなたもスターシードを捧げて。それがプリンスの役目。ふざけんな。手出し無用。許せプリンス。ちょっと待った。愛と正義のセーラー無美少女戦士セーラーメン参上。現れたか小娘。あなたの相手は私がするわ。その目相変わらず自信だけは一人前ね。みんなが楽しみにしていたコンサート、それに復讐の罠を仕掛けるなんてこのセーラーメンが。月に変わっておしゃきよ皆の者、憎しみの牙を研げ。あなたが喋るとすぐ暗くなる。お前この時代に転生してまだ過去を思い出していないようだな。思い出さなくていい過去もあります。何なの。君は知らなくていい。この女は私の命にかけて倒す。どけ四天王。月の住人と地球の人間が付き合ってはならぬという掟をお二人は破った。言うな。悲劇はそこから始まったのです。おめきは全て私の罪。違う。お前だ。お前さえいなければ地球国は滅びずに済んだ。言うな。何、何があったの。ムーン。何、思い出さないで。プリンセスのせいじゃない。私たちがあなたを守れなかったのです。恥ずべきは私たち親衛隊。貴様たち絶対に許さない。戦うな。戦ってはいけない。あの時と同じだ。プリンセスよ、よく見ろ。月へ、月へ攻め込むのだ。月へ、月へ。地球国の人々はそうやってシルバーミレニアムまで攻め込んできた。思い出したか。エンディミオン様は最後までその争いをやめさせようとしたのよ。でも遅かった。プリンスは私を守り、あなたの手によって。
しみは何も生み出さない。クイーンベリー、今の私は強くなったよ。なぜだと思う？それはこの銀髄章の力じゃない。みんなが私を愛してくれる、みんながいるからよ。全て浄化してみせる。ムーンプリンセスハレーション。愚か者、なんてパワーなの。お前の持つシルバークリスタル、その程度の力か。貴様は銀河最強の戦士、セーラーギャラクシア。ギャラクシア、ムーンよ、本気にならないと太陽系は全滅するぞ。あなたもセーラー戦士。今新しい宇宙の歴史が始まろうとしている。そのために私はセーラー戦士の頂点に立つ。何様のつもり。クソギャラクティカマグナム。みんな、貴様の脆弱なスターシードでムーンを守ることはできる。ギャラクシア、どこまで銀河を破壊すれば気が済むんだ。君たち、私たちの星はそいつによって滅ぼされた。こんなところにいたのか、星のクズども。お前のために大切な友をなくし、美しい故郷を離れ、さまよい人となった恨み、ここで払う。望むところよ。三人を葬れば必ず故郷は現れる。受け、ストーンゼトル、ユーテロン、ストーンゼンシン、インフェルノ、ギャラクコーレボリューション、ストーンシリアスレイト。こうやってセーラー戦士同士が戦う、それこそが史上の快感。なんだと、ギャラクティカマグナム。だが所詮クズはクズ。負けるか。塵となれ。あなたはセーラー戦士なんかじゃない。セーラー戦士が戦いなんて望むわけがないもの。よせ、そいつは破壊の悪魔だ。僕たちの星はイテザアルファにある金木星という星さ。一年中花の匂いに包まれ、誰もが幸せな星だった。それは神様のように優しい方がいて、いつでも守ってくださったからだ。それが Kakyuuouhi、 命より大切なプリンセス。だが幸せの星にそいつが現れた。争いなんて知らない星と破壊の悪魔との戦い、勝負は一瞬で決まったよ。金木星は粉々にされ、王妃のスターシードは光となって散っていった。僕らはリュウゼントだってあんた追ったけど、脳ガキはそれぐらいにしろ。早く逃げろ、君たちが叶う相手じゃない。クソ、ギャラクティカインフレーション、ダークポア。お前たちのセーラークリスタル、すべていただく。みんな、希望をなくしてダメ。お前はチビチビ、この香り、来てくださった。Kakyuuouhi!
高くも頼もしきあのお姿を我がクイーンベリル様空を舞い踊れば嵐も竜巻も神戸を垂れて過ぎゆくのみ我ら重ねて耐えがたきを耐え忍びがたきを忍んだのも地球国復興のため地球を暗黒に塗りつぶし私にふさわしき様のスターシードを取り損ない申し訳ございません。案ずるでない。それより見たか、あのギャラクシア様の戸惑い。もう一歩のところで醜態を晒すとは惨めなものだ。下級王妃、それほどの力があるとは。どこに目をつけておる。ギャラクシア様が恐れたのは下級王妃などではない。分かっておりますとも。さすがはセーラームーン、あのお助けパワーは強大ですな。バカドジ間抜けすんたらず。じゃあ4連発。最後のすんたらず、あの方が恐れたのはあのチビ。チビチビチビ。あのいきなり飛んできて希望をなくしてはダメとか言ってたしたたらずのチビスケ。異様にあのすんたらずを恐れていた。ギョイ、あの方の力をもってすれば音楽堂で決着がついたはず。プリンスの弱点ももう一人のチビ。つまり力が足りないからスンタラズのチビを狙う。それを言っちゃおしまいでしょ。ギョイ、急がばあれ大事の前の庄司。山椒は小粒でピリリと辛い。この軍師ヘマタイトに全てお任せを。ギャラクシア様に悟られるでないぞ。はあ、こんなところで何をしてるの。今後の作戦を。作戦なんていいの、力で奪いなさいよ。その力がないから悩んでるのよね。役立たず何をしておった。いつまで待たせるつもりか。この私を見るがいい。この銀河系宇宙をひしめく星たち、我ひれ伏しまばゆいばかり「この比類なき銀河の頂点に立つ王者たるべし」「選ばれしギャラクティカ率いてここに」
隠し屋様の志なる日も間近必ずやセーラークリスタル奪い取ってお前にもう待てぬあの太陽けごときつまらぬ血筋になぜに手間取る月の守りに侮られてか欲もおめおめ手ぶらで帰れたものよあいつを消さねば忌まわしき光がよみがえる忌まわしき光一刻の猶予もならぬ地球を焼き尽くせ火球をあぶり出すのだよいかはっお前らは一対一で内部太陽系戦士を倒せそれができねば用なしだ今すぐにひざまずかせてやる行け
しい匂い。君たち何か用です？よかったねって、それだけ言いたくて。ありがとう。これで金木犀に帰れるね。何言ってるんだ、この星が滅ぼされるんだぞ。そんなことないわ。その自信はどこからやってくるの？おやめなさい。お会いできるのを楽しみにしておりました。シルバークリスタルを持つプリンセス。そんなこと。シルバークリスタルをお持ちなのですから、こんな星一人で守れますよね。大輝、私は金木星の探検王国第一公女カキューと申します。この者たちのご無礼どうかお許しください。へへ、無礼には慣れてるから。あなたたちもお聞きなさい。今全銀河を救えるのはこの方しかいないのです。しかし王妃、私がなぜこの星に降りたかわからないのですか？この方がおられるからです。すいません、ギャラクシアとは何者なのです？元は辺境の星に生まれたセーラー戦士。それがいつの頃からか銀河中の星を襲い始め、シャドウギャラクティカ帝国を築いたのです。星たちのセーラー戦士は、セーラークリスタルを奪われ、皆滅ぼされました。あなた方を襲った者たちは真のセーラー戦士ではありません。ギャラクシアのブレスレットに支配された罪のない者たちばかり。利用された後は、だからみんな必死なんだね。でも幾多の星を襲ってきたのは太陽系へたどり着くためのほんの小手調べ。ギャラクシアの最終目的はきっとあなた。それはあなたが銀河一のシルバークリスタルを持つ戦士だから。この宇宙が始まった時、ギャラクシーコルドロンに邪悪なカオスも誕生しました。カオスはあらゆる悪を生み出し、星たちを暗黒の海へと変えていきました。セーラー戦士は次々と倒れ、宇宙が闇へと帰るその時、私は銀河最強の戦士としてそのカオスに向かいました。長く苦しく病むことのない戦い、私はカオスを自らの体内に封じ込めた。そうするしかなかった。そうするしかこの殺戮の歴史を終わらせることはできなかった。しかし私の体は徐々に蝕まれ始めた。体のすべてがカオスに支配される前に、私は自分のスターシードを銀河の彼方へと放った。そのスターシードの化身が私です。そして体中をカオスに侵食されたのがそんな伝説の戦士がいたな。チビチビちゃん、チビチビちゃん、チビチビ誰って、もう
あなたの仲良しチビムーンよ。シャキシャキシャキ、チビチビ、やっと思い出してくれたんだ。さ、ここは危険だからさっさと帰りましょう。って帰るところなんてないのね。家なき子みたいね。チビチビ、そう、あたしといたいって。じゃああたいの家に行こう。二人で仲良く横歩きで行くわよ。ファイシックセブン、ワンツー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 。あれ、何を照れてんのチビチビちゃん。恥ずかしいのは私の方よ。行くわよ。はい、ビヨーン。無理に決まってんだろ。おや、まあまあ、かわいい子供たちだね。名前はチビチビ。はい、グレーテルというのかい。じゃあ僕ヘンゼル。チビチビ。おや、まあそうかいそうかい、お腹が空いてるんだね。何にも怖がることはないよ。ほら、リンゴだ。毒なんか何にも入ってないからね。ちょっとピリッとするかもしれないよ。すぐに眠れるリンゴだからね。チビチビ。あれ、何、チビチビちゃんって食べ物に弱いの？チビチビ。子供は宇宙共通。さあ、グレーテルやおばあちゃんと一緒に行きましょうね。これはオーリン、これはサンフジ、ほんでもってこれがジョナゴールドと、お前じゃねっつ。さあ、遠慮しないでお食べ。ちょっと待った、愛と正義の少女戦士見習い、セーラーチビムーン参上。おや、赤ずきんちゃんかい。あ、桃色ずきんちゃん。そのリンゴ食べちゃダメよ。あ、ちょっと困っちゃくれたガキだね。な、困っちゃうな、あたいが出てきてさ。何よその格好。どうしよう、同じ頭でさ。あた、ピンクシュガーハートあった。正体見たり。ジバロ、いや、ヘマハチロ。自分で変な名前つけるからだ。任せておけってこんなことか。情けない。軍師、柵に溺れる。ブカ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 。カルナイト、ダークパワー。弱い者には力だ。きったね。手段を選んでる時か。いや、だからこうして覚悟してもらおう。逃げるの。ダーク、な、なに。おい、ワウンだ。火柱が燃えてる。私たちの町がどうするの。今までの敵とはスケールが違うぞ。誰も生きて帰れないかもしれないわ。行きましょう。まずみんな、ウサギを守れないなら生きてる意味なんかない。ムーンはカキュウオーヒたちと一緒にコルドロンに向かったわ。なんだって。違うんだ。誰でもいい、この中で一人でも生き残ってプリンセスを。五人の奇跡を追えばスモールレディを。セーラーデルドルタギャラクターインフレーション。構わず行け。急いで。おい、
遅かったな。一人になるのをお待ち申しておりましたわ。貴様だけは私が倒す。お強いのね。いつまで過去の妄想に縛られている。妄想？月のプリンセスとの恋、ただほのかな憧れだった。それを貴様は。あなたは私に謝りもしなかった。あなたを愛したのは私も同じ。その償いはこの身で済んだはずだ。あなたが私を差し貫いた件で。ならば地球国の掟を破った償いどうなさいます。軍隊と。ごめんなさい。シビム、このようなことしたくはないのですが。何事も地球国復興のために。わからんのか。お前たちは操られてるのだ。出なければ復活は果たせませんでした。エンディミオン様、あなたのスターシードをいただけませんか。よせ。優しさはそれを受けぬ者にとっては非常。やれ。待て。誓え、この子には手を出さぬと。命に代えて。これで地球のパワーが私に宿る。ごめんなさい。わらわの城に向かうぞ。
ここは時空がねじれている。フラヌスたちは大丈夫、ちゃんと転移したはずよ。彼方に見えるのか。コルドロイよ、そこにたどり着けるかしら。一つだけ聞くわ、あなた方本当にセーラー戦士なの？何度言わせるの？なら何のために戦うの？自分たちの星のためよ。その星はどこ？もうどこにもないのね。私たちの守護すべき星ももう滅んだ。お前たちを倒し、私は自分だけの星を作る。やり直さない、一緒に。同じセーラー戦士同士でしょ。出会いが違えば仲間も敵になる。ここは戦士の眠る墓場。ムーン、地獄を見ろ。ギャラクシア、濃い怒りの化身、張り付いた涙を跳ね焼き尽くして、濃い怒りの天使、どれほどの悲しみに耐えてきたか。Across the space 光は闇を呼び、 Across the space 闇は光を呼ぶ。今試してやる寂れた愛がどれほどのクズを生み出したの。ムーンの案内、ご苦労であったな。オーヒー、無駄だ。この悪空間には来れぬ。ムーンスパイラル、はー、到着。お前たちの無力、じっくり思い知れ。このブレスレットをいただいて、私たちの仲間になるっていうのはどう？ふざけないで。貴様たちの仲間になるくらいなら死んだ方がマシだ。なぜそうまでして？ムーンは私たちの夢。夢？誰も信じることのない戦士、あなたたちには永遠に分からないわ。やれ！捧げていた、置いて
たの中に。遅かったか。みんないなくなっちゃった。私のせいだ。違うわ。いや、もう何もかも嫌。泣き言を言うな。泣いても状況は変わらないわ。無理よ。誰もギャラクシアには勝てない。もう。守る人はいないのですか。守る人。あと頼む。私も行きます。やることがあるでしょう。最後に誓ったはずだ。誰でもいい。この中で一人でも生き残ってプリンセスを守れ。いや、行かないで。これ以上大切な人を失いたくない。勝手に決めつけるな。私たちを見守っていてください。そんな。プリンセス、スモールレディを頼みましたよ。別れは済んだか。貴様、ここは幾千のセーラー戦士が眠る墓場。そこで死ねば本望だろう。くそ。つもりだ。ギャラクシア様、お尋ねしたい。邪魔するな。雑魚に用はない。何、わらわの地球本当にいただけるのでしょうね。あんな星いつでもくれてやる。だがその前に。タキシード仮面様。お前たちは下がる。そんなこの方はもはやわらわのしもべ。違う。ギャラクシア様、ご覧の通り地球のスターシードは奪いました。さすれば用済みだな。はい、地球もお前たちも。分かっておりました。その力、チビメンのシルバークリスタル。このような裏切りお気に召しましたか。地球の生き物とは面白い種族だな。そんなに自分の星が大事か。あなたもかつてはそうだったはず。クズの星はどこまでもクズ。どこに行こうとこの私に似合う星などなかった。お前、自分の星さえ。ああ、破壊した。そして気づいた。この有り余る力、私にふさわしい場所がどこかにあるはずと。それこそ星の生まれる場所、いて座ゼロスターギャラクシーコルドロンだ。わかるか。その場所に住む私こそ神に選ばれたセーラー戦士。考え直すな。今のうちだぞ。考え直しても。所詮あなたは地球を破壊する。我ら地球国の洗脳、この身に変えても。誰の力で復活した。そのブレスレット、飾りではないぞ。何のためにこのシルバークリスタルがあると思い。クズ、
クズか。なんと、教えてやれ。シルバークリスタルはシルバークリスタルを選ぶ。このムーンにしても本当に銀髄晶のパワーを引き出せはしない。ダークパワー、愚か者。なぜ助けた。定めは二人とも同じ。誰かを本気で愛した時に初めて心の形が見える。あなたが愛したその人を叶わぬままに私も愛して孤独の形を見つけました。深き定めと信じた愛を無残な裏切りで殺められたら、この身を支えるのは憎しみだけ。私にとって憎むことは愛することと、愛の化身の憎しみならば、もう一度愛に返して。愛を凍ったこともない女に、この悲しみがわかるものか。わかりますとも語らぬ愛も悲しいもの。すまん。ここなら時空の彼方にお逃げなさい。サイレントワープ。いつもこいつも笑わせてくれる悪魔。あなたは私の名にかけて許さない。ノーガキは聞き飽きた。すべて滅ぼしてやる。悪魔に魂を売るのも悪くないな。フラヌス、そのブレスレットがあればスターシードを取られても生きていけるんだ。何を言ってるの。どうする。あなたと一緒ならどこにでも。私の配下になる気か。ダメよ。賢い選択だ。ウラヌス、ネプチューン。どうして。分かってるはずよ。これが僕たちの戦い方だ。夜の風吹くいざないか、踊る壁に戸惑いか、闇よら
僕が走ると君はついてくる。どんなに速く走っても君はいつも僕のそばにいる。辛かったろ。でも君は笑ってる。だから僕は黙ってる。君はその身に海を秘めた微笑の戦士。言えなかった。初めから決めてたわ。私あなたのように強くはないから、あなたのように戦えない。だから微笑みは絶やすまいと。あなたはその身に風を秘めた戦いの戦士。言葉はいりません。死は夢で報える。こんなことが。プリンセス、信じる心を忘れないで。やだ裏切ったな。お前に関係ない。こうやって仲間同士が殺し合う、いい光景だ。こんなこと嘘だよ。ブレスレットをした以上こいつらは私の意のままだ。お前たちもどうだ。これをはめて火球を倒したら。ふざけるな。そんな奴らと一緒にされてたまるか。やれ。フランデス、ネプチューン、スターシードを取られるのは貴様だ。私のブレスレットで操れない奴がいたとは。バカな。スターシードを持ってないなんて愚か者。こんなやり方があなたたちの戦い方なの。偉そうなこと言って。バカ。これから誰がセーラームーンを守るんだ。俺たちのプリンセスなら希望を託せます。言えなかった。ありがとう。夢の中で走ろう。お前たちもどうだ。この私を裏切ってみては。ギャラクシア、恐怖で人は支配できません。別に支配しようなどとは思わぬ。スターシードも持たない戦士。みんな闇に帰れ。やはりあなたはどうした。手柄の一つぐらい立てられぬか。どきなさい。もはやそのものは人でない。オーヒー、私が正体を暴きます。やめて。もうこれ以上。プリンセス、このために私は来たのです。なぜ次々とあなたを追い込んでいくのか分かりませぬか。銀髄将が真の力を解放するため。なんでそんなこと。宇宙全てを滅ぼすのが目的。宇宙全てを。よまよいごと。やはりそうであったか。どうやって。プルートが消えればもう時空を守る戦士はいない。セラム、チビム、どうして。エンディミオン様との約束です。この銀髄章など真っ赤な偽物。あなたを助けたわけではない。地球国のため、そして死んでいった戦士のため。ダークパー。どこまで人とは愚かなのだ。金木フュージョンテンペスト。
クリーペリル。この宇宙を消してはなりません。月のプリンセス、あなたが消えればわらわの地球もなくなる。さすればもうあなたを恨むこともできない。地球のスターシード、人は皆幸せを望むのに、その幸せが何かを永遠に知りません。降り注ぐ雨は鉛のように、体濡らして、放たれた傷つくこと選べない僕ら。
から生まれた兄弟たちを消し去ってきた。兄弟たち、光の力を求めて刺すな邪悪な闇の化身たち、それは皆ここから旅立っていく。お前の兄弟たちだ。くそ、ダメだ、力が、この力は。みんなしっかりして。セーラームーン、お前は光、私は闇。今再び手を取り合う時が来た。またそのブレスレットが。さあ、お前のシルバークリスタルを飲み込み、この宇宙を原初の海へと返す。一体誰なのあなた。私は星になり損ねた意志、コルドロンの闇の支配者、セーラーカオス。やっとこの時が来た。私は今解放され、カオスという宇宙最強の星へと進化する。負けない、みんなのために。絶対負けない。何を倒す、光か闇か。邪悪なここだよ、ムーン。ギャラクティカスーパースプリング。あなたの中にまだギャラクシアがいるんでしょ。チビム、チビチビちゃん、お願い。未来と今の銀髄章いただく。この光は希望の光。プリンセスに手を出してはいけません。思い出して。お前はあの時にがした、清らかなあなたがここにいる。もういいの、もう戦わないで。私があなたなのだから。来るな、来るな、近寄るな。プリンセスムーン、闇の意志に気をつけて、気をつけて、気をつけて。セーラーギャラクシア、タクシードミラージュ。ブレスレットが。タクシード仮面様。クイーンベリルが私のスターシードを。エンディミオン様、すまぬ。かつてほのかな月への憧れから月国の掟を破った。だがプリンセスとの恋は運命だった。分かっております。あなたたちは何度生まれ変わろうと地球国を守る四天王、こんな形でお会いすると。これが定め、おそらく宇宙の意志。カオス、まだ宇宙の創世記、闇も光も混沌としていた。だがお前たちは光の流れの中、私は闇の渦の中。こんな運命があるのか。だが私は今ギャラクシアの肌から解放され、真のカオスとなった。お前は誕生、私は破壊。この全宇宙をかけて戦う時が来た。
消えればスターシードは戻ります。今セーラー戦士全ての力を倒せるのか。お前たちの兄弟を。我が名はクイーンメタリア。そんな、この母なるコルドロンがお前たちの墓場だ。全てがカオスの分身セラム。迷うな。全てを捨て去る勇気と全てを受け入れる勇気。行くよ。いつも話すきっと叶う宇宙の果てまでジーニャスだベイセーラーマーキュリー。きっと放つ燃える粒子闇の彼方までパッションフレイセーラーマー。もっと怒りきっと飛ばすこの スムーン。やはりあなたは希望の光です。カキュウチビチビムーン。セーラークリスタルはそれぞれの星に帰っていきます。わかりますかプリンセス。あなたが倒した敵たち、なぜみんながあなたの力を求めていたか。それはあなたが愛する仲間を、愛する仲間があなたを求める気持ちと同じなんです。そうだね、みんな一人だから求め合うんだ。
つになりたくて、一つ、それが私たちの始まりだから。暖かい、懐かしい匂いがする。みんなまだ生まれたばかりのスターシードだもん。また未来を作っていけるよ。永遠に続く愛の物語を作っていける。今一つ戦う